恋愛本をたくさん読んで読みまくって勉強してもあなたはモテません。恋愛に壁はない、あるのは扉だけ。幸せ案内人、恋愛ドクター秋山です。今日は女性のあなたに恋愛本をたくさん読んで読みまくって勉強してもあなたはモテませんっていう、この本質をお話しするね。なぜかっていうと、恋愛本、これ読むことは結構大切だよね。知識たくさん書いてるから。ただ、知識を得るだけで満足してませんか？そして、知識を得ても、それを実践する、使う場面がわからないっていう、そういう相談が僕たくさん女性からいただいてるんだよね。だから、今日はその知識を得て、知ってるだけじゃなく、それが実践できる、できるっていうところまで落とし込めるようにお話しするんで、ぜひこの動画最後まで見てね。あ、ぜひチャンネル登録もお願いね。じゃあお話ししていくね。で、大切なのは、例えばね、ボーリングを初めてやるときに、ボーリングの本を、恥ずかしいからね、失敗したら恥ずかしいから、ボーリングの本を読んで勉強して、ボーリングのやり方をやって、じゃあボーリング場に行ったときにできるかって言ったらできないよね。うん、やっぱりボーリングの球に指を入れて感覚を分かって、そして投げてみてガーター、ね、転がったりとか失敗したりとか、そしてフォーム、あ、これいいのかなって変なフォームで投げてみたりとかね、あの全然なんかあのしっくりこなかったりとか、いろいろこう体験しながら、その自分がちょっとずつボーリングのスコアが上がってきたりするよね。恋愛も同じだからね、実践してないこと、やってないことっていきなりうまくならないからね。やっぱり実践して、たまに失敗することもあるかもわからないし、反省することも改善することもあるかもわからないし、いろいろ経験しながら自分自身が愛される女性になっていくんだよね。今日はね、恋愛本を特に読んでる女性のタイプ2つと、ね、もう1つはね、恋愛本読まないんだけど、男性に嫌われちゃう女性のタイプを1つ、これね、症状としてお話しするんで、ちょっと聞いてね。まず、恋愛本をこう読んでる女性のタイプなんだけど、一つ目がやっぱり恋愛ベタ、うん、だからその自分が恋愛の知識を得て自信をつけたい、すごくわかるよ。で、この女性の症状っていうのが、視線回避型トーク不全という目を合わせて話せないとか、好きな人とやっぱ会話ができない、自分が出せないって悩んでる女性の症状ね。初めは緊張して当たり前、うん、でいきなり気に入ってる男性とか好きな男性と会話ってめちゃめちゃハードル高いからね。これだからまずは身近な男性でもいいから、少しずつでも仲良くなるためにまずやることって何かって言ったら、会話がやっぱり難しいんだったら、まずね、笑顔で挨拶する、そして笑顔でいる、ね、毎朝自分で鏡で見て笑顔でいれてるかどうかってね、意識できてる、その笑顔でも、自分でその笑顔をその、ね、いることっていうのは何かって言ったら、相手がやっぱり一緒にいてこの人といたいなって思えるような人になること。笑顔でいる意味っていうのは何かって言ったら、相手がこの女性となんか一緒にいたら楽しいな、元気もらえるなっていう、受け取る相手がやっぱ笑顔になることだからね、うん、でこれコミュニケーション、会話でもそうだし、どんな考え方をするのが大切かっていうとね、自分が何を話すかとか楽しい話するかっていうよりも大切なのは、全部受け取った相手がどう思うか、どんな反応をするかっていうのが全部コミュニケーションの結果だからね。コミュニケーションが上手な人っていうのは、受け取った相手のそのね、笑顔とか喜びとかっていうのを考えれる人だからね。だからその一番基本になることっていうのが、あなたが笑顔で相手を笑顔にすることで、私にはできないとか、うん、で会話できないとか、笑顔できないとか、話しかけれないとか、できない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 ってずっと言ってるのは、もう本当にキャントレディーっていうね。で、2つ目が慢性大根役者症候群、うん、という症状。あ、このね、症状を1個目2個目言っていたけど、これ医学書とか家庭の医学どこにも載ってないからね。これは恋愛ドクターである僕が相談付けてますからね。で、この慢性大根役者症候群、男性が喜んでもらおうとか、笑わそうとかしてやったことに対して、
表情が無表情だったり、喜びがあんま表現できてなかったりとか、あ、そうですねとか、まあ、緊張するのはわかるけど、これも訓練なんだよね。恋愛表現力、自分の喜びとか好かれる女性になっていくためにね、愛される女性になっていくためには、喜びとかやっぱ楽しい表現をするっていうのがこれ大切だから、自分の表現を、ね、感情を出す、これもトレーニングとして何をやるかって言ったら、毎日ね、食事の時に美味しいっていう表現とかね、で何かやってもらった時にありがとう、嬉しいっていう表現を見違える人からやっていったらいいんだよ。そしたらいきなり大好きな人の前でそういう表現するの緊張するから、普段からやってたらこれ自然に出るからね。恋愛もトレーニング、本当に日々やってることが大好きな人の前でも出るからね。そして3つ目が自己中心型アピール症候群、っていう、自分の自慢話とか、自分はこんなすごいとか、私は幸せなんですとかっていう自分のことばっかり話してる。これ特にこの女性はやっぱ嫌われる、マウンティングクイーンっていう女性なんだけど、なんでかって言ったらね、やっぱ自分に自信なかったりとか、自分を認めてほしいとかっていうのが強すぎて、で、自分のことばっかり話しする。人は基本まず自分の話に興味を持ってもらいたいし、自分に興味を持ってもらいたい。だから自分に興味を持ってくれる人を興味持ったり好きになっていったりするんだよ。ただね、2人いるんだったらどちらかがその壁を取ってあげないとね。その壁って何かって言ったら、自分の恥ずかしさとかプライドが全部その壁を作ってるんだよ。でね、この壁を取ったら素の自分にいられるんだよ。やっぱり素の自分っていうのが愛されるからね。あなたが素の自分でつながって、大好きな男性とつながっていくことを心から応援してるね。今日ね、お話しした恋愛文って読んでるだけだったら恋愛がうまくならないからね。その知識で知ってるだけじゃなく、実践してみて、勇気いるけど実践してみて、愛されるあなたになれるように、できるようになっていけるように応援してるね。あなたの楽しい恋愛を応援してます。気をつけて、お大事に。